こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はセブンイレブンでこれよく見かけるし気になってるんだけども、なんか手が伸びないんだよなっていう商品を10個買ってきましたので、駆け足でレビューしていこうのコーナーでございます。なわけでまず1個目はこちら、てりーん、蜂蜜の甘みまろやか金の梅干し、こちらが税込み429円のものでございまして、これさ、惣菜コーナーで見るんだけどもなんか買ってこなかったよねっていうことなんですけれども、梅干しには種があり種の先が尖っている場合もありますのでご注意くださいという文字がめっちゃちっちゃく書かれておりますが、ペロンといきますと、はい、こういう感じで梅干しが入っててるんですね。でかいですよね、一粒一粒が。でこれがですね、なんと最高級グレード A 級特選で大粒 3L サイズのみを使用した梅干しということで、国産蜂蜜使用とのことで、もうね、品質にはこだわりにこだわってるそうなんですけれども、5個で429円というものでございます。いただきます。なんだこれ、あのね、まだあの種がね、もちろん大きいのがゴロッと入ってまして、実も大きいけど種も大きいんですけども、とにかく実の量もとはいえ多いです。で食べた瞬間にもうね、ゴロドロとした果肉感と蜂蜜の甘さがむちゃくちゃ広がる感じで、確かにこれね、美味しい、超美味しいやつで、酸っぱさよりも甘さが勝っちゃうくらい、ちゃんと酸っぱさを求める人にとっては、いや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 甘いじゃんって思っちゃうかもしれないんですけども、そうめんの上にさ、かつお節と一緒に添えたりしたらどうなっちゃうのっていう、なんか夢も広がるんですけども、逆にでもこれが美味しすぎて、これをお料理にまた添えんのがもったいないって気持ちになってきちゃうから、これはなんかもったいないけど単体でいいのかなっていう、グループの中の一人に刺しとくよりもソロで刺した方がいいっていう、安室奈美恵さんタイプの梅干しなのかもしれません。続いては冷凍コーナーから、こちらキャベツとニンニクの芽入り牛塩ホルモン炒めでございまして、こちらが429円という、だからセブンにさ冷凍買いに行って429円でこのくらいのサイズってさ、なかなか手が伸びないじゃん。たださ、間違いなくうまいんだろうなって雰囲気は出してますので、すでに今日はね温めております。ピロピロ開けていきますと、ほらほら絶対うまい、これはうまそう、やっぱ潜んでんのよこういううまいやつが。キャベツ、ニンニクの芽とちょっとこの唐辛子的なものもね入ったりしてて、完璧なのではないでしょうか。でホルモンの感じもうまそう。じゃあ一通り全部入っているところをはい、間違いなくね幸せな感覚が訪れます。まずさ、このホルモンのさ甘い脂感がさ口の中でじわっと溶けていくのよ。で溶けていった中でも後にね、このこっち側の部分が口の中でずっと残ってくにゃくにゃ噛んでられるんですけども、その間もずっとね、これ塩だれみたいな感覚なのかな、わかりますかねこの感じ、この味付けそんなに濃くないの、濃すぎないくらいのうまい塩だれ感がずっと口の中で味わえるので、400円超えてるメニューですけども、口の中で入ってる時間っていうのは結構長めなので、ドラマとかを見ながら口寂しいから、なんかおつまみっていう時とかにスナック菓子とかはバリ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 食べちゃってすぐなくなっちゃうっていうイメージがあるけども、これはね僕的には結構持つと思う。あの持つとかけたわけではありません、今ちょっとやっちゃいました、あのハプニングだと思ってください今のは。うん、はい、やっぱこれね、唐辛子のちょっとピリッとした感じを跳ね返すほどのホルモンの甘さに、ニンニクの芽のちょっと苦みが加わってくる感じが結構美味しいね。あと2品目にしてもうこめかみ疲れてきた。3品目はこちら、カニ酢で食べるお刺身カニカマ、税込み203円でございます。これもよく見るんだけどなんか買ったことないっていうやつでございまして、本商品はカニではありませんって書いてあります。そりゃそうですね。カニ酢の方を垂らしてみましょうかね。トローンといきます。で一切れ、あーなるほど、まあまあ、はい、かなりそうですね、みずみずしくて美味しいっていうのは美味しい、もちろんカニカマとして美味しいけども、まああのね、自分の中でこんだけ見た目がさなんか美しいから、もしかして
めちゃくちゃ味わいもカニに寄せてるのかなと思ったら、まあそこまではいかないかな。そこら辺のカニカマと比べたらやっぱりね、このジュワッとした感じが濃いんですけども、カニとの距離感に関しましては他のカニカマとあんまり変わらないかなっていう印象でございますが、美味しい。このちょっと裂けてるところも見てください。なかなかさ、見た目はめちゃめちゃリアルなんだよね。とにかくこれはこれまで食べてきましたカニカマの中で圧倒的にジューシーなので、そこに注目だと思います。続いてこちら、赤西貝もさ、いやあるなとは思ってましたけども、買ったことはないよね。セブン行って赤西貝っていう選択がなかなかなくてさ、渋いじゃんやたらと。こちらはですね、税込み300円のものになります。では赤西貝一つまみしまして、もう初めは醤油パターンでいきましょうかね。うん、美味しいです。これね、コリコリしながらのこの貝のね、苦味の効いた旨味がしっかり味わえてますね。もちろんわさび醤油との相性もすごく良くて大好きな味わい。これね、期待以上に美味しいと思います。だから多分これのファンの人はいるんでしょうね。だからずっと売ってるってことですもんね。でわさび醤油のパターンでもいってみましょうね。これは本当思った以上に美味しい。わさび醤油にしたらさらに美味しさ加速しまして、あのさ、先輩とかのさ宅飲みに呼んでもらって、なんかついてからお前のセンスでなんかおつまみかなんか買ってきてって言われた時に買っていって、おいいじゃんってなりそうなやつ。続いて気になっちゃってますのがこちら、金の揚げおかき醤油170円なんですけれども、おかきってさ、子供の頃からおばあちゃん家行ったりとかしてなんとなく食べて、いやうまい、なんかしょっぱいところとしょっぱくないところなんかまばらだなとか思いながら食べてたあのお菓子で、ずっとその頃から好きなんですけども、この金の揚げおかきみたいな感じで高級感出してくるっていうのにちょっとびっくりしてます。こうやって入ってます。そんなに大きくないかな、一個一個はね。1袋 35g って書いてありますので、まあそんなにどっさり入ってるわけでもないです。ただ全ての原料を国産のものにして化学調味料が一切使ってないというものなんですって。なるほどね、後半もうまいんだこれ。おかきの中ではそんなに固めっていう感じではなくてね、やっぱ外側のしょっぱみを味わえる部分が消えた後のおかきが意外と味気ないっていうパターンがよくあると思うんですけども、それではなく、その塩気がなくなった後の最後までね、ほんのり甘さも感じられて美味しいなとは思うんですけれども、正直おかき僕そもそも好きだからさ、普通の金じゃないおかきと比べてそんなに差をつけるほどあのうまいっていう感じなのかどうかは、ちょっと分かんないかもしれない。だから僕自体がおかきに対してそんな上品さよりも武骨さを求めてるっていう部分があるからかもしれないです。続いてはとろけるカスタードのふわころというもので、これさ見た瞬間に、いや萩の月じゃんと、ジェネリックまだ出してんじゃんという、ね、豚ラーメンがジェネリック二郎と言われてる中で、これはジェネリック萩の月じゃんっていうメニュー、あーちょっと切り方すみません、汚くてすみませんけどもっていうやつじゃんっていう、本当にお値段は税込み116円でしたね。今回はこうやってねカットしてこういう感じの、はい、クリームが入っております。そりゃ美味しいよね。このスポンジ感の中にさ、この卵感の強いカスタード的なクリームっていうのかな、入ってる感じはもうそりゃうまい。うちの母親が宮城県出身なので、僕ね、あの萩の月っていうのは結構ね子供の頃食べてたんですよ。萩の月本家と比べちゃうとやっぱりね、あのふわっとしてる感じからのボリューム感のあるクリームの感じにはやっぱ及ばないのかもしれないですけども、まあ一個パクッとね手軽に食べるにあたっては美味しいよねって言った仕上がりの商品で、ちょっとねここでもう一個追加します。
これもさ気になりません？セブンの金のカフェラテ、これが税込み230円で、僕ねやっぱりねノンシュガーのカフェラテ、あのノンスイートっていうのが結構嬉しい。たまにさ駅とかもペットボトルの自販機とかでノンシュガーのカフェラテが売ってて買って飲んだりもするんですけども、やっぱいまいちだなっていうのがあるんですよ。これが美味しかったら今後さこれじゃない、まあペットボトルじゃないっていうのが1個ね難点、飲み切んなきゃいけないからっていうのがあるんですけども、ちょうどねふわころもありますので一緒に合わせてみるという作戦でいかがでしょうかという。あ、国分か、あ、バランスいいね。バランスよくて、よくさペットボトルとかであるノンスイートのカフェラテと比べて口の中に嫌な後味が残んない感じがする。ほろ苦さとマイルドさを兼ね備えてるといった印象のもので、いや確かに美味しいよ、うん、うまいね。スイーツとも合うな。これはねいいやつです。にしても僕の中ではもっとこんなにコクがなくてもっとサラッとしてもいいんだよねっていう気持ちがあるから、開けて氷とか入れてちょっと薄めて飲むとかでもいいくらいなんかしっかり濃い。続いては宇治抹茶クリームのレーズンサンド、税込み365円でございまして、僕ねレーズンサンド大好きなのよ。あれ完璧だと思ってる中で宇治抹茶の要素いるのかなって思っていつもスルーしてたんですけれども、今日思い切ってだから買ってみました。これを機に、これ3個入りでした。ちゃんとこうやって見たらレーズンしっかりこっち側から見たら挟まってる印象です。うん、なるほど、抹茶色強いね。あのクッキーの部分、これクッキーの部分も多分抹茶クッキー、もちろん緑だからそうなんですけども、サクッとほろっとした食感でほんのちょっとしっとりもしてるのかな。クリームが入ってる、抹茶クリームだよねこれもね、おそらくクッキーの生地とクリームの区別がつかないような感じで口の中で存在していく。もうとにかく抹茶が押し寄せてくるっていう印象で、レーズンは後から盛り返してくるんですけれども、だから抹茶対レーズンの戦いになってくる。普通のレーズンサンドはクッキー生地とクリームとレーズンが3つ合わさって最強の味わいを醸し出してくる中で、これはすごいお気に入りの映画の第2弾が出て、いや1作目の方が面白いじゃんとかって言っちゃう人みたいな感じになってるよ。最初のインパクトが強すぎて、あれが好きすぎてちょっと違うよそれはってなっちゃってる人みたいになっちゃってるよ。うん、やっぱ僕は今後もこれがすごく悪いとかじゃないけども、いつものスタンダードなレーズンサンド買っちゃうでしょうねっていう感じでした。でこれも9品目なんですけども、こんなの売ってんのっていう、これだからモスバーガーって書いてあるから、もしかしたらセブン限定とかじゃない可能性もあるんですけども、セブン限定っぽいところに置いてありましたモスバーガーの積んで遊べるバーガーグミというやつで、正直面白そうだから買ってしまったというものなんですが、こういういろんなオレンジ、ストロベリー、コーラ、マスカットのグミが入ってて、これがバンズですね、レタス、パティ、トマト、こんな超つむつむバーガーできましたとか言って、これねついついね楽しくなっていっぱい積んで食べちゃったんですけども、こんなに一気に口の中にグミ入れたことなくてびっくりしたな。で味わいはあの本当に普通のフルーツ味のグミ、一気に口に入れたらもうそれをね飲み込むまでにかかる時間とか結構大変なので、最初のホルモンを思い出した。そんで最後の10商品目はこちらでございまして、セブンの広げればエコバッグ、折りたためばハンカチというハンカチ兼エコバッグの商品500円。これ今これハンカチで使っていいんだよね、ハンカチとして使っていいもので、まあ見るからにハンカチなんですけども、これをこう広げていくと、あ本当だ本当だ、こういうことあエコバッグだ、一応抗菌防臭なんですって。だからでも手拭いたやつで
入れて、だからいいの、手拭いたやつに入れちゃってまた持ち歩いていいんだ。なんならさ、こうやって買ったものを入れて持ち歩きながら手拭いてもいいんだ。あのいいのいいの、本当にいいのか分かんないけども、いいってことなんだよね。使い終わったら畳んで普通にこうやって持っとけばいいってこと。こうなんかさ、こうしとけばいいってことで、今思うのはこれを最後に紹介しちゃってるから入れるもんがないっていうこと。最初にやれよっていうこと。